レーピアミサイルシステムはイギリスのブリティッシュエアクラフトコーポレーション社が開発した短距離防空ミサイルシステム。この記事では両者を一括して扱う。レーピアシステムの開発は1961年より BAC 社がプライベートベンチャーとして開始したサイトライン計画に由来する。これは低空域を超音速で便称に起動する攻撃機と 構成するためのもので、工学的な手段により完成することとしていた。一方、1950年代後半より、イギリス陸軍は、アメリカ陸、海軍とともに、モーラーミサイルシステムの開発を進めていた。これは、極めて先進的なコンセプトを採用した、短距離防空ミサイルシステムであったが、1961年、頃より、いくつかの問題に直面していた。 この計画の前途に不安を抱いたイギリス陸軍は、1万1に備えて、サイトラインに対して、資金を提供し、ET-316 プロジェクトとして推進する、こととした。1963年、モーラー計画は1960年代中に配備に至らないことが明確になり、イギリス陸軍は ET-316 プロジェクトを本命に切り替えた。1966年に、 最初の死者が成功した後、ET-316 は正式にレイピアと命名された。前規模施策は1968年に行われ、1969年には正式な契約が結ばれた。イギリス陸軍には1971年、イギリス空軍には1974年に就役した。この間、BAE 社の誘導兵器部門はまだ社によって引き継がれた。 レイピアミサイルは無線による反自動指令症巡線一致誘導方式を採用している。ミサイルの交尾には4つのフレアが設置されており、オペレーターはテレビシステムによってこれを追尾しつつ誘導信号を送る。レイピアミサイルは低空目標の迎撃を主眼としており、近接進間ではなく直撃による撃墜を狙っていることから弾頭は 1.4kg と小型である。その後、1989年には、新艦と弾頭を改良した、レイピアマーク 1E が生産され始めた。また、1992年には、ミサイルの制御ソフトウェアを改良した、マーク2の生産について、イギリス陸軍が契約を調印した。シンガポール空軍の運用する牽引式発射機、レイピアシステムは、基本的には、 牽引式発射器を採用している。発射器は、円筒形の中央ユニットの両側に2発ずつのミサイルを装填し、また中央ユニットの上部には捜索レーダーと敵味方識別装置が、正面にはミサイル誘導用のパラボラアンテナが設置されている。捜索レーダーは 15km の有効距離を持つパルスドップラーレーダーである。当初のレイピアシステムは、 四連装発射機と光学管制装置、発電機と予備弾、その要因が二台のランドローバーに搭載された下半式のシステムであった。このような下半式システムを自走化し、軌道運用を可能にしたモデルも開発された。試作車は1 9 7四年に完成し、自走式は1 9 7九年により、イラン陸軍に配備され始める計画であったが、イラン革命によってこれは、 キャンセルされた。その後、イギリス陸軍が採用を決定し、1983年より配備され始めた。これは、M113 装甲兵員輸送車の派生型である、M548 貨物輸送車をベース車体としていた。その後、オリジナルの高額追尾装置を新型化し、赤外線暗視装置を追加したモデルとして、レイピアダークファイアが開発された。 これは FS2 バイト構成として1990年によりイギリス陸軍に配備され始めた。ブラインドファイア追跡レーダー1970年代初頭より目標捜索能力を強化するため新たに独立したマルコーニ DN-181 ブラインドファイア捜索レーダーが開発された。このレーダーは1973年にイラン陸軍によって購入された後、 1979年からイギリス陸軍において配備され始めた FSA 構成において導入された。また、これが配備され始めた直後から、さらに対レーダーミサイルへの対抗策を講じた FSB 構成が開発され、これはフォークランド紛争において実戦投入された。イギリス海兵隊第三コマンド旅団の有するレイピア FSB システムは、 おそらく4機を撃墜したものと考えられている。これらの改良を重ねたことによって、レイピアシステムのコストは上昇を続けていた。このことから、輸出向けにより単純化したシステムとして、目標追尾にレーザーを採用したモデルも開発され、これはレーザーファイアと呼ばれた。1992年、レイピア90の配備が開始され、マーク2ミサイルの生産が開始された直後、 全面的に改良されたレイピア2000が発表され、1996年より配備され始めた。レイピア2000では新型のダガー目標補足レーダーを追加した。ダガーレーダーは J バンドを利用する3次元パルス、ドップラーレーダーで、回転数は 60rpm から 30rpm、最大探知距離は 32km、高度は 5km で、 同時に75個の目標を追尾できる。AB、レイピア2000、ジャーナズ、ジェーンズ、ストラテジック・ウェポン・システムズ、15フェブラリー2008。ありがとうございます。